ひとまずこれ動かしてみる。集まってるの間違いなくね。だから、ここまで兵を進みましょう。後に続け。今は待て。だよね。では、合流させます。合流させても、いや、意外と兵いるぞ。19000。これで、岐阜城に向け、進軍しましょう。上限こっちにあるよね。飛び加藤じゃん、相手。揺るがずですけど、戦場の指揮は取ります。殲滅まで持っていきましょう。これでも信長の隊がさ、兵力ちっちゃいような気がするんだよな。さあ、今回は、殲滅いけそうだね。信長鉄砲隊じゃん、しかも。いいね。みんな、気合を入れろよ。いいですね。では、この部隊で飛び加藤に向かいます。切り込め。で、痛み隊も壊滅。では、全軍でもって飛び加藤にかかりましょう。大返し。天下を掴むんじゃ。早いよ。大返しやっぱすごく使いやすいね。やりたい。前へ。さあ奇襲も入り、もはやこれまで。さらば飛び加藤。足軽隊、踏ん張れ。飛び加藤今側にいるんだね。いや、なんとか取り返したかな、先の敗戦を。それが信長の戦よ。で、捕獲でドン、誰も来ずで、まあ二人とも残死ですね。で、岐阜取れるかな、このまんま。どうだろう。入っちゃってるね。まだ兵力差があるから大丈夫でしょ、きっと。報告します。先月の終始です。で、今の殲滅でもって、郡上八幡の兵がかなりきつくなってるんで、郡上八幡まで行けるはず。いや、しかし、手痛い敗戦でしたね。今ここでね、切磋の教え打たれたらもうね、いや、参ったと言わざるを得ないね。行きます。頼む。撃つなよ。28日それでもかかんのか。そうか。頼む。あっという間に、落としてくれ。よし！乱世が望む。全然、でも28日ぐらいかかったか。おばくどん。いいですね。ならば、首をいただきましょう。このようなところで。で、信長、郡上八幡に向かいます。激突予想。ここ、兵力差あるんだよな。悪さしてんのはなんだ？これか。この準検所か。破壊しとくべきかな。この、いやでも2000の差、覆してみせよう。軍役免除だ。これで兵糧増えるのでかい。お、二男九女の絆。織田家本拠。槍の又座。槍働きで武功を重ねるその男、前田利家を人々はそう呼んだ。信長側近の精鋭、赤穂浪衆の筆頭として重用されるまでになった利家は、身を固めることを決意した。あ、お松の方か。親父に死なれ、お袋に脅され、松。お前がこれ以上苦しむ道理はねえ。これ見たな。お前様。お前がこれから迎えるは、心安く、幸せなる毎日だ。その日々を守るは、この俺の役目よ。そして、いずれ二人の子が生まれたら、今度は俺たちが親父と袋として、守っていってやろうじゃないか。はい。幼い頃より兄弟のように育った両名は、かくして二世の縁を結んだ。利家とその妻松。後に二男九女を設けた二人は、現代までおしどり夫婦として伝わっている。すごいね。なんか前回これ見た時もすげえなっていう話をしたような気がする。いやでも、すごいよね。11人はさすがに。どんだけ子沢山な。無事に生まれたようだな。元服の暁には信勝と名乗せよ。まあ、追放ですね、この人は。神戸信孝ですね。これも追放候補。孤六に子が生まれる家康ですね。報告します。先月の終始です。これより表彰を行う。さて、
農論いきます。秀長、信長、猿。これで表情を終える。海上攻撃いっとこう。これからは商業の方も力入れていかないとダメだね。と、労役追加。労役追加いきます。新参抜擢早く欲しいね。浪人ドン。刑事だ。いや、刑事欲しいんだけど、でもちょっとね、刑事尖りすぎてんのよね。だ、雇うわけにはいかない。いや、残念。もったいねー、前田刑事。ゲチよ。これ、刑事今川に行かれるとすごく困るな。さて、では、行きますか。大一番、再び家康との。さあ、来い。あれ、飛び方になってんじゃん。わからず、行きましょう。あれ？家康どこ行った？ 12,000 対 13,000。これは負けるわけにはいかないだろう。部隊数は5だったね、今ね。いや、これ、一点集中型だな。この辺の軍が多分ものすごい兵持ってるぞ。今回は、鉄砲があるんで、鉄砲を使った待機戦術で行きましょう。では、参ります。郡上八幡戦い、行きましょう。ここね。ご命令を。鉄砲の射程伸びるやつ早く欲しいな。あれあると便利そうだよね。4000か。なるほど。4000ときましたか。なかなかでかいね、兵力か。こっちに来たか。1000だからって。そういうことか。待てよ、だったら勝家をこっちにやって犬中を引かすよ。覚悟しておけ。さあ、どう出る？突っ込んできてるね。罠にかかる。ならば、勝家をこう回そう。覚悟しておけ。ここに二部隊。でも、ここは、包囲しておくところな気がするぞ。始めるぞ。こっちの隊で、この辺の軍を牽制しよう。今じゃ。さあ、強撃奇襲入った。ご命令を。月曜。どうかな。みんな気合を入れろよ。いや、そんなとこにそんなもんあんのか。お、突っ込んできた。ちょっとその突っ込み方ある？こんなわけのわかんない突っ込み方、家康。なんでこんな風に重なれるし。ご命令ください。こうでしょ。ちょっと信長が厳しくなってくるな、これだと。今ぞ攻め込め。これ大返しじゃないな。今は6点魔王が打ちたい。鬼柴田行け。いやー、信長きついね。行け。ご命令は全軍でかかるしかないな。大返し。こんなところで立ち止まれんわ。で、信長がグーッと引きます。その代わり、引けてなくねえか、信長。すごい、捕まってんだけど。なんだこれ。覚悟しておけ。ちょっと、家康かなりずるい動き方したぞ。信長が動けない。やっと動けた。けど、きつ。ちょっと兵力やばい。家康を先に召してしまえば。丹羽長秀がこっちを止めてくれてんね、頑張って。いやー、信長の兵、盛大に失ったな。よし、なんとかなった。回想したね、壊滅まで持っていけた。ならば兵を返します。いや、危ねえ。さっきのあれ、反則でしょう、あんなん。いきなり身動き取れなかったもんね。いや、でもやっぱ大返し様々だわ。助かった、本当に大返し。で、勝家がこう、もう信長はもうただただ引こう。行け。ねえ、覚悟せよ。ですね。で、この軍でもって取り囲む。気合
飛び加藤はどこにいんだろうね。やりたい前へ。ちょ待て、焦るな。さすがに突出すぎだ。それは覚悟しろ。名は覚悟せよ。そして壊滅。これ飛び加藤が本当にどこにいるか気になるな。信長の隊に来たら信長人倒れもないかもね。ちょ信長やっぱこっちに移動しよう。隠れるように移動しよう。やりたい前へ。犬千代が相当やばい。引きます。で包囲、ご命令を。包囲、覚悟せよ。包囲、始めよ。やりたい前へ。やりたい前へ。競技入ったね。足軽隊踏ん張れ。始めるぞ。覚悟せよ。これでいいんじゃないか。よし、回想まで持ってったね。ではこのまま壊滅させられる。これ飛び方を300トントンぐらいしかいないな兵多分。このままでお見事。では飛び方の軍に向かいましょうか。どこにいんだろうね。いた。が知れましたな。ではまあまあこのままでいいか。6点魔王。あ、なんだ、速攻で壊滅したわ。攻め込め。いや、よかった。ちょっと一時はどうなるかと思ったけど勝ってよかった。従え。全滅。これで郡上八幡いけるかな。どうだろう。さあ捕獲、まあ首はもらっておきましょう。深くいけそうだね、郡上八幡ね。よし、よし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 。まあ結果的にはね、城を奪うことができましたね。かなりきつかったけど。で、信長の隊、さすがに松倉は無理でしょう。なので、ここで、いや、部分入場しちゃおう。部分入場で、秀吉の隊を入れて、で、騎乗します。いや、よかった。で、今川とはここで、講和できんのかい。そうなのか。講和させてくんないんだね。それもそれできついな。先月の終始でございます。完全に向こうの腹次第みたいな感じなんだね。へえ。大したもんだわ、今川って。で、再び信長は、岐阜に行きます。行くぞ。で、犬山の城には、誰を入れようかね。秀長入れとこうか、諸畑城から。かしこまりました。これでいいですね。郡上八幡はね、守りやすいからね、ここ取れたのすごくでかいよ。なんで、まあ、防塁を張って、はっ。で、準検所で完璧だよね。さて、郡上八幡を取ったことで、なんかなんとなく、くさびを打った形になって、今川が、北と南に分かれたみたいな感じになりましたね。この後どうするかなんだよな。節制の教えでの講和を引き出すために、まあ、攻め続けないといけないんですけれども、どうしよう。自然な流れでいくと、間違いなく次は岩村だよね。で、さらに岩村は、戦場上限がこちら側なんですよ。大きくね。だからまあ、攻められるんだけれども、岩村を取ってしまうと、本格的に武田と隣接してしまうんですよね。そうすると武田の兵が怖い。かといってじゃあ、松倉に行くとなると、なんか、この辺が孤絶しちゃうんだよね。郡上八幡松倉が。なんでね、すごく、ものすごく難しいですね。まあ、でもここは、岩村取って長篠取ってっていう形になりますかね。まあ何がなくとも、まずは、兵力を回復させましょう。それとも、ここで節制の教え来るかな。さて、で、まあ、発展でもって、これと、あと、防塁ね。これ大事よ。ぐらいですかね。歩兵は、もう、とりあえず、整ってはいますもんね。なんでまあ、ひとまず兵の回復を待って、これどうしよう、もう岩村に行っちゃうか？ねえ、行けなくはないんだよね、全然ね。戦場上限を考えると。
でもさ、ちょっと待てよ。これさ、岩村城をおとりに使うというのは、岩村城を攻めると見せかけて、ここでまず兵を殲滅するじゃないですか。そうすると、ここに出てる兵が減るわけですよね。今の状態だと、吉田城、飯野屋から出てますよね。長篠城からも出てるかもしれないし。だからここの兵が大きく減るわけじゃないですか。そしたら、ここで兵を殲滅して、ここって攻める。で、再びここを攻めて、兵を引き出しておいて、それを殲滅して、ここって攻めるみたいな感じで、行くのがいいんだろうかね。なんか、それの方が賢いような気がしない？効率がすごく良さそうだよね。そういう感じでやってみようかな。で、この時に、だから南の城から出したくないんですよ。まあ、カリア引っ込め、ナルミを引っ込める。だから、ナルミ、カリア、岡崎の兵で持って、その出てくるところを潰すっていう形ですね。だから、信長を、右宝城、犬山、末盛、郡上八幡、こっから出します。信長騎馬隊か。信長騎馬隊って感じじゃないな。どちらかというと、柴田勝家、騎馬が足りないのか。騎馬も鉄砲も微妙に足りないんだね。成政じゃなくて、信長鉄砲にしたいんだけど、数が微妙に足りないね。じゃあまあ、このままでいいか。これでもって、岩村城に攻め入ります。そうすると、反応して、そう、兵が出るわけですよね。これをまず殲滅してしまえば、吉田、長篠、飯野屋、この三城の守りがものすごく薄くなるわけじゃないですか。さらには引く間も薄くなるね。だそれを、鳴海、刈谷、岡崎で、こう攻め取る。片っ端から。で、岩村城は決して落ちないようにして、岩村城のこの戦いが終わったらまた引っ込めます。という風にやるのがね、多分ものすごい賢いと思うよ。進めていってみましょうか。まあ、殲滅自体はね、すごくたやすいですからね。でまずは、ぶつかって、揺るがずですけど、士気は取ります。殲滅しましょう。まあ、これはね、そんなに難しくない戦になると思います。まあまあ楽勝な戦でしたね、さすがにね。数を徹底的に生かし、まさに殲滅。血祭り投げてやりました。ワンチャンここで首を打つないですかね。さあ全滅しましたね。信長が天下に捕獲しないかな。吉本頼む。さあ捕獲ドン。秋山信友取られたんだが、これ秋山信友ってさ、お通夜の方を籠絡して、最終的には公衆征伐の時に、織田に捕まって貼り付けだったよね。ならば、ちょっと武田とでも感化交えたくないんだよな。手強い敵ではあるけれども、いやでも吉本がいなくなるまでは、武田とはどうのこうのできないわけですからね。ここは秋山信友、貼り付けにしておきましょう。近藤康持、これは、まあ、大したことがないんで、解放します。さらば秋山信友。これで、そう、信玄切れるよね。取れるなよ。よし、取れない。で、岩村城はとりあえず、包囲。183日、いいね。というのは、取る気はないですから。この兵でもって、信長は、待って、信長はじゃないんだ。まずは、吉田城に兵を向けます。小六と岡崎城から滝川一正出しましょう。11000。米がすごく怪しいな。ので、8000多分十分でしょう。出陣するぞ。で、いいかな？他に攻め、なんか動こうとしてんだよね。これこっちの軍も来るのかな？来るんだったら、
それはそれで全くもって構わないんですけど、ちょっと見てみようか。だったら逆に動いてくれないかなっていう感はありますよね。洪水、洪水でも対処しといてね。そうだよね。被害は出るけども痛手は抑えられた。報告いたします。さあ出てくんないかな。ただあんまり出てこないと米が怪しくなっちゃうからね。それはそれでジレンマだよね。今回の表情はまあノーロンでいきます。信長、秀吉、秀長。あーどうしようかな。まあ秀長でいいか。庭にしようかなと思ったけど、まあ秀長にしておきましょう。これで表情を終える。新参抜擢会来ましたね。取っときます。まあどこまでがね新参、どっからが古参になるかっていうのは分かんないですけれども、まあいずれにせよ庭園力は上昇するということになりましたね。でそしたら今度はやっぱこの辺だよね。一番槍、あ、織田って統制不足の先があるんだ。へえ、面白い。これ欲しいな。だからまあ牙を集めて、精鋭牙、統制不足、一番槍、ものすごいポイントですよ。770も軍事ポイント必要なんだけど。だからこの辺狙っていきたいな。できればね、この精鋭鉄砲の方がいいよね。だから次からは、将軍にしていこうかな。そうしましょう。とりあえず坂もぎは取っときます。ごめんねよ。さてで、問題は本当に、兵糧なんですよね。兵糧だけが最大の敵です。と、どうしよっかな。準決勝。ああ、ここの準決勝入らないのか。ここ。松倉は。じゃあやっぱこの準決勝頼みなんだね。この鷲見の準決勝。なるほど。と、ここに準決勝区と岩村入るけど、岩村はもうすでに戦場上限随分こっちにやるんで問題はないですよね。だったら、待てよ。張ってんのがいいか。まずは銭。そして、銭と。大事ですよね。と、鉄砲火事も発展させておきましょう。かしこまりました。金がない。そうか。そうだよね。足軽バリバリ雇ってるからね。金もないよね。で、北畑と切れそうなんで、同盟延長しておきましょう。これ多分どっかでまた切磋の教え来ると思うんですけどもね。まあそこでの講話はよしとしましょう。それでは送っていきます。吉田城に取り付けますよね。で強行17日、いいね。17日で落としてしまいましょう。多分遠兵は来ない。うん、来ないね。これ信長長篠に向かう。長篠戦場上限随分こっちなんですよね。そうしようか。進め。ここで、ぼーっとしておくのもったいないよね、すごくね。北畑と同盟延長しました。来た！志果たさずして来たか。賞は終えられぬな。そうか。これ、何にしてくる？あと。ここまでで9日？これ、届かないんじゃないか？これ多分2、3日で落ちるよね。4日。4日ってどうなんだ？まあ、ひとまず、こう向かわせるとどうなるんだろう。え、わからんな。届かなそうだけどね。先月の収支です。普通に考えるとね。ゲチよ。ね、あとだって、1日2日で落ちるでしょ、これ。うん、2日だよね。いや、先に落ちるでしょ、これ、届く前に。そう思うんだが。むしろ岩村に再び兵を向けるべきだ。そしたら、ああ、もう！そう、来たか！このタイミングで来るか！いや、余計なことしなきゃよかった。しまった。くそー、吉田城取っておきたかったな。これ、信長を岩村に向けたからだよね、間違いなくね。いや、おかしなことしちゃったな。あー残念。すごく残念、今の。勝ってた戦だったな、完全にな。いや、まあでもしょうがないですね。で、これさ、こうなると、朝倉本願寺ってどうなんだろう。
でも朝倉本願寺行くとなんか北と南に分断されるような感じがするんですよね。こっから北行っちゃうとね、やっぱり武将がいないだけあって一ところに固まっておきたいんですよね。まあまあ今川ですかね、何はなくとも。じゃあしょうがないね、送っていこう。いや本当に惜しいことしたな今の。さあここで今川対長尾が始まりましたね。高宗駿三国同盟対上杉、すごいねこれね、この展開は。まあ不参戦で今川に肩入れしちゃうとね、今川攻めらんなくなっちゃうんで、もうそろそろさ、講和切れてもおかしくないよね。多分あと1ヶ月か2ヶ月で講和切れるんですよね。そしたら今川攻めたいような気もするけど、北側の兵だけ使ってますね、今川は。なら、こっちの戦線には直接影響はないですね。まあ、郡上八幡を攻められる可能性が極めて低くなるというのはね、ものすごいいいことですね。いや、でも、謙信頑張ってほしいな。ね、ちょっと、ここで謙信が負けるようなことがあると、結構、有識時代だと思うんですけど、五分五分でぶつかりそうだね、これね、上杉と今川。報告いたします。果たしてどうなることやら。これより表情を行う。さて、表情ですが、良策、いろは札、一門成長速度上昇。まあ、いらんですね。一門がそもそもいないですからね。まあ、小論。信長、秀吉。今回はどうしようかな。いや、まあ、秀長でいいか。庭にしようかなと思ったけど。あ、庭にしとこうかな。そうします。これで表情を終える。でですよ。なんか、鉄砲が早く手に入るみたいなのないかな。買うしかないんだろうか。でも、金がないからな、そもそも。これ、取っとこう。鉱山徴収。ぐらいですね。あ、馬防柵か。やっとこう。信玄が美濃に兵を進めるつもり。まあ言ってるだけで当面はないとは思いますけどね。間に今がいますし。さあ、宣戦布告は、まだできないと。じゃあこのまま翌月ですね。あんま金を使わず。で、そう、気になるのはこっちよ。上杉対今川。どうなるかな。さあ、頑張れ。あ、今、上杉勝ったね。さすが謙信。やりよる。報告いたします。先月の終始でございます。ゲチよ。で、11月。ここで、あ、できますね、宣戦布告ね。じゃあ、迷わずやっちゃおうか。宣戦布告していきます。コメントでね、節斎の教えは、発動以降1年間は再度発動できないっていうのを聞いたんで、その半年間で、一気に今川を押すと、いうことになりますよね。で、まあ半年経ったら再び節斎の教えを食らって、講和と、いうのを繰り返していく形になりますかね。お、すっげえもらった。ありがとう、将軍。まあ、同盟延長はね、もちろんチェックするんですけれども、大丈夫だよね。あ、六角。仲良くしよう。北畑はこの間やったばっかだよね。よし。では、例によって、まずは岩村を攻める構えだけを見せます。攻める構えだけが実際に攻めるんですけれども、これでいいような気がするな。この15,600で。信長は歩兵。間違いはないと思うんだけどね。いや、待てよ。一応、猿も出しとくか。猿いるといないじゃ全然違うんだよな。19,500。ちょっと、米がもったいないような気もするけれども、これでいきます。あー、吉田長篠出てないのか。じゃあ、一度叩いて、兵を引いて、再び押すっていう感じになりますかね。そうしたら多分、吉田長篠の兵出てくるんじゃないかな。どうだろう。と、あと、そうか。お金恵んでもらったんで、これ使って発展させましょう。よかった。ありがとう。ありがとう、同盟国の皆さん。助かりました。はは